ありがとうございます。 YouTube を撮っていきたいと思います。あ、はいはい。今日まで今日まで撮るのかい。何が今日まで今日という日でさえ、こんな格好の日でさえ格好。あれ竹内の部屋じゃない。え、しかしかし、あ、アパホテルだ。これでわからんよ。今大阪に来てます。大阪です。これ前回の動画ではね、竹内だけが大阪にいて、そうです、ね、はい、で、あの次の日僕らが大阪に、はい、追いつきました。追いついたんですけど、聞いてほしい、そもそも昨日、竹内はその大阪のホテルで、俺だって YouTube 撮ってくれたんだよ。そうですね。これをもう竹内はやってるってことやからね。確かに結構何もできなかったよ。時間があるってなって。そうか。まあだから今日俺らもね、竹内を見習って、お魚ホテルで YouTube と。俺は倍だよ。コミュニ行きます。コミュニです。お腹いっぱい。ご飯も死ぬほど食べました。竹内何食べてたっけ、ご飯。名前がわからない。白くて美味しかった。白くてハンバーグで。ハンバーグいっぱい敷き詰められた。お米、ハンバーグ、白いやつね。あれうまかったな。めちゃくちゃうまかった。罪何食べてたっけ。これなんかあのエビを、うん、まあまあみたいなやつ。僕は三段重ねのハンバーガーです。確かにめちゃくちゃでかい。まあ、そんなこともどうでもいいんですよ。聞かれたから言って。大阪に来てるんで、うん、大阪コンビニやったよ。昨日昨日やった大阪コンビニ、全く同じラインになってない。コンビニに大阪っぽいものを買いに行きましょう。昨日と違うホテルなんやろ。はい、やったらやっぱ行くコンビニも違うから。確かにどっち行きたいね。ラインナップも変わってくるんじゃないですか。どっちやねん。竹内昨日何、心斎橋だっけ。俺心斎橋。ああ今日は淀屋橋なんで一緒やろ。じゃあはい、出張。え？あ、寝た。あれ？どうしたの？する？タバコ吸ってる。それ。僕だけね、部屋の回数が違うんですよ。喫煙ルームやから。今回企画お願いします。軽いなこれ。大阪コンビニ。これどうしたの？え？はだけてセクシー。何してんねん。ちなみにあのこれで外出れないんで一回着替えてください。やばいよね。いっぱいね。うわ。淀屋橋。なるほど。うわ。近いよ。コンビニどこあるかな。あそこだろ。近い。すんな。道中楽しんでもないや。近いね。ホテルここやろ。アパホテル。はい。ちょっと。鼻の先。このホテルのその利便性がね。俺ちょっと歩いたで昨日。そうなんや。あれ昨日もこんな簡単だったわけじゃないんや。違うよ。あれに行くんですけど、まあちょっとさすがに味気ないんで、あの このホテルの周りを一周だけして行きましょう。味気ねえ。あっち行ってください。あっち行ってください。はあっち行ってください。そこ左行けんの？行けるわ。だけじゃない。なんかでもめっちゃ絵になるわ。これなんや。ちょっと入ってみましょう。いやこっち行きます。こっち行ってこう一周して、はい、一周やって。いや淀屋橋散策ですね。どこがやん。僕のお母さんも今大阪に来てるんですけど、今日おかんはなんか、音楽のライブ見て大阪で好きなバンドのライブみたいな。好きなバンドがあるんや。それ終わりで、あの隅のお母さんが迎え来てくれてご飯行くらしい。ラブやろうな。お母さんがお母さん迎えに行くことあるんや。確かに。腰も治ったね。結構いい。そう、神の手を持つ男のおかげでね。あったかい。あったかい。太陽の手やん。よくわかる。俺がパン。ちょっと大きくなってやつ。
くって。おい、どこいざなうねお前。どいよいよなんもねえか。暗っ。怪しい。わ、いいな、でもなんか。これループのチャリ3つだけあるやん。本当だ。俺らのために用意された。これしかねえか。これは。が、これで、やばしい。ループ。YouTuber やな。え、なんかある？え、なんか、これ銅像ですね。え、何これ、どういう、え、手がかり、何の、あ、めっちゃテンション高いなこれ。表情こそね、いつも通りやけど、テンションが高いな。めっちゃテンション高いな。おしゃれやな、これ何？いや、こりゃすごいね。マジですごいな、この景色。あのビル、奥に潜むビルの感じも。外国みたいな。なんかすごい。これすごいな。イギリスみたい。かっこよ。もうちょっと奥行ってさ、あ、そうぐらいかな。で、いいね。あ、こんな感じだったんや。酔ったら全然やな、こいつ。酔ったら全然や。テンション高い。俺だけ高いみたいにして、そしてルンルン。これめっちゃいい。え、すごっ。ハリーポッターの、確かに、これマジさ、ハリーポッターの銀行やな、ね、何やっけな、あれ名前、何やっけな、オブレットじゃなくて、罪奇跡でゼロから当てれん。あ、ちなみに学校はホグワーツとかね。あ、はいはいはい。商店街はダイヤゴン横丁。ダイヤゴン横丁。アズカバンとかね、あの刑務所が。ミリー銀行ミリー銀行、ミリー銀行やな。あってそうやな。アパホテルも他のアパホテルよりなんかおしゃれやな。確かに。ゴー、入店、入店。買いました。はい、買いました。じゃあ買えたならホテルに戻りますか。はい、よしよし。どっちがいい？どっちがいい？行きますかね。行きましょう、行きましょう。いや、違う。どっちがいい？どっちがいい？どっちがいい？行きた道変えるか。行きた道？はい。ホテルにまっすぐ変えるか。これ選んでいいってこと？これ選んでいいです、もちろん。はい。来た道戻ります。なんでやねん。なんでやねん。じゃあ、まっすぐ帰りたい人は、いかあっちのホテルの方向かって、来た道帰りたい人は、あの、こっち後ろの、僕の後ろのこの道へ行く。あ、これ多い方についてくれ。お願いします。なるほどね。じゃあ続けた。なんかだい。せーの。いや、差が勝ってる。おもろさより多分同じルートだから僕カットです。マジで乗る。ここ一周してください。怖すぎる。え、ハリーポッターのね。ああ、鳥骨魔法銀行。あれ、武器も変わってない。あれ、何に返さなきゃ。何か異変だ。これ取ってないかも。あれ、トイレカットしてるかも。してないです。あれ、どんな方も。あれ、あ、戻ってきた。ってことはショートカットしてるから。はい、一周回ってよかった。帰ってきました。おかえり。部屋の中に入ったらこう自然とパーンってこのこれになりました。どこがやねん。各部屋に戻ってわざわざ着替えてからと思った。どうでした、大阪っぽいもの買いました。買いましたでしょうね。買いましたね。変な言葉遣いじゃね。誰から行く？
じゃあ僕から行こうかな。はいどうぞ。じゃあたこ焼き。たこ焼きでいい。たこ焼き。たこ焼き。もう出たたくさん。昨日も見たそれ。お腹がパンパンです。商品名じゃない。大阪といえば。え？オールフリー。関係な。関係な。まああのホテルなんでね、お酒を飲んだりとかしたいですよね。普通にね。普通に。大阪といえば。お。関西の人っていうのは口が達者です。はあ、とても話術が巧なんかな、巧みでと言われております。うん、ですのでやっぱね、その口をきれいにするものということで歯ブラシ。いやいいやろ旅行出ていいじゃん関西の人、当人の町ですから。何が出てくるんやん。アキンドですから。うん、当てたいけどな。うん、電卓。なんで、え、普通に、あ、普通にね。言い訳じゃなかったよ東京でも帰れよ大阪の人っていうのはね、多いなそれ。顔が 大切ですから。全員そうや。顔パック何やねん普通に使いたかったな勝手にしてくれ。以上です。はい、あと普通に水です。水よ。なんかラベル変じゃん。どうなってる。ラベル細っ。え、何それ。え、なるほど。細ラベルや。初めて見た。ラベルレス時代でございます。すごい飲みっぷり。やめな、やめなお好み焼き。おおもう見たな。見た見た。全く同じやつ見た。フルーツオーレ見た。昨日と一緒。たこ焼き。なんで見た。銀だこ。あ、銀だこやん。え、ほんとだ。銀だこやん。あったやん。銀だこ東京や。ね、銀だこありましたよ。銀だこ東京。あれそうなんや。銀だこありました。そうなんや。大阪の発祥じゃないや。築地って書いてる。銀だこに。築地撫でた。築地撫でた。手書きちゃうから。めぐりつぶすね。あ、プライベート。大阪の人ってのは、ね、目が大事ですから。みんなそうやろ。目利きですからね。ええわ。じゃあ出しちゃうか、俺も。たこ焼き。まあそうなるよな。大阪の人ってお米と食べます。すごい、お前。もうこれ見たとか、すげえ。感動するぜ。見たとかよりも、お前、こいつすげえ。全部知ってるぜ、俺ら。朝ごはんもお前、モストノリでね。お前、知ってるぜ。俺、今日のお前、全部知ってるぜ。お前、すごいな、やっぱ。なんでトンペ焼き。え、すごい出る。すごい。トンペ焼きがあります。昨日より多い。あと、これ、バナナスムージーってね、これ、振ったらもう、いや、それは知る。もういいです。あざっす。あざっす。それ聞いたけど、いい。えらい。勝てないよ。じゃあ、チンしていくか。この階ってチンある？なんか俺の3階はチンあったんだよね。うん。電子レンジ。まあ俺な、まあチンしなくてもいいかな別に。まあまあ明日の朝食べよっかな。いやそれはお前あれやけど。え、そのまま食うってこと？俺はこのまま食う。え、マジ？ええー。じゃあ俺もこのまま食うかな。ええー。カチカチの？マジで別にチンしなくていいな。あ、これ冷てえお好み焼き食えるな。たこ焼きも？たこ焼きは明日食うて。さすがに無理やな。今食うの許してほしいもんな。無理。どこで開けてんのよ。たこ焼きも今の中でましたと。やってました明日。よいしょっと。こら。すごいやんこれ。このタイミングで。お前も大概やん。お前か。こういう人。7×3 は21。気まじい。これ食べ終わった瞬間寝ます。ね、あそうですな。今日4時50分ぐらいに起きたもんな。あそれで。オールフリー飲みながら歯磨いてる人。本当に尊敬する。まるこちゃんのナレーター入ってる。俺もちょっと食おうかな。そろそろ。え、買ってないやんこいつ。俺このホワイト以外なんだろ食べ物。ああ。こいつやってない。こいつやってない。うん、なんか今後がラッキーって感じ。前例ね。これ前例でいいね。ん？今なんか歯磨いてるけど、なんかあった時に一回サボれるなって、サボった人がいる。一番みんなが大変な時に人でいいね。あ、丸いな。
カチカチのたこ焼き食うか今からなんかこれ撮るときは、うん、昨日と同じやんけみたいな、うん、あるかと思ったけど、うん、眠さとか、うん、腹いっぱいとかが昨日と全然違うくて確かに全然違うと思うな実は昨日と違うな、うん、同じ日なんかないねんなお学ばせてくれたうんえ、ガチ切れでもなんかやっぱ大阪を満喫できたねしてるか竹内くんなんかやっぱ2日間大阪にいましたから2食コンビニまでまだ大阪の話1回送ってないよやばっ食うてるやんお好み焼き今回の食えるっちゅうのお前東京でたけうしさん今回の大阪コンビニ2日目7階建て中何階建ておやすみなさい。